元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、ボクシング、ね、オリンピック金メダリストで、そしてプロになっても世界チャンピオンになった方というテーマでお伝えいたします。このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になりますように、アスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。鍵ちゃんです。ということで、今回はですね、今オリンピックの最中じゃないですか。その中でですね、ボクシングで金メダリスト、そしてプロになってもチャンピオン、こういった方をですね、ちょっと拾い上げてみましたんで、ご紹介をさせていただきたいと思います。オリンピックっていうのはアマチュアスポーツの祭典とかつては言われました。今ちょっとね、商業化の波が来ておりますんで、その限りではないんですけれどもね、一昔前まではアマチュアスポーツの祭典と言われたんですね。そのナンバーワンを決める大会だったんです。で、当然ボクシングもそうですね、金メダリスト、ゴールドメダリストになればですね、アマチュアのボクシング界の最高峰ということになるわけです。その方が今度プロに転身するということになって、ゴールドメダリストが必ずしも世界チャンピオンになっているわけではない。そしてゴールドメダリストが必ずしもプロになっているわけではないわけですね。その中でですね、どれぐらいいるんだろうということで、ちょっとね、調べてみたんですよ。面白い結果が生まれましたね。まず日本におきましては1人しかいないんです。1人しか。ゴールドメダリストであって、そして世界チャンピオンというのは、現在の WBA 世界ミドル級のチャンピオンであります村田諒太選手だけです。村田選手は2012年のロンドンオリンピックで金メダルを取りました。ミドル級で金メダル、そしてプロに転身しまして、プロでもチャンピオンになりました。この方だけなんですよ。だからいかに難しいかってことですよね。もちろんですね、オリンピックに行かずにチャンピオンになった方もいらっしゃる。あの井上尚弥選手はオリンピックを目指してたんですが、夢叶わなかったんですよ。でプロに転身して、パウンド・フォー・パウンドのナンバー2、2位にランキングされるような世界的に有名な選手になりました。ですからオリンピックの金メダルを取らないと世界チャンピオンになれないということではありません。ありませんけれども、オリンピックで最高峰を取って、プロでも最高峰を取ったら、こんな素晴らしいことはないじゃないかということなんです。列挙してみましたら、なんと21名おりました。1952年、フロイド・パターソンというミドル級のチャンピオンがですね、プロのチャンピオンになりました。この方からなんです。戦後、終戦、1945年を迎えましたね、終戦になりました。でその3年後、1948年にですね、ロンドンオリンピックってあったんです。ところが日本は敗戦国であるということで、ドイツとともに参加は許されませんでした。日本が戦後初めて参加したのが1952年のですね、ヘルシンキオリンピックなんですよ。そこでフロイド・パターソンというアメリカの選手はですね、チャンピオンになりました。その金メダルを取ったんですね。その後フロイド・パターソンはプロになりましてもチャンピオンになりました。オリンピックではミドル級の選手だったんですが、フロイド・パターソンはプロになってヘビー級のチャンピオンになりました。こういう例から始まるんですね。このフロイド・パターソンから始まっていくんですよ。そしてですね、まあその後、数々の、まあずっと列挙するのもなんですから、簡単に申し上げますとですね、21名、その中にですね、なんとね、アメリカ国籍の選手が10名おりました。すごいですね。半分がアメリカ、そしてイギリスがですね3選手、ウクライナ3選手、そしてキューバが2名ですね、2選手、ロシア、中国、日本がそれぞれ1名ずつで計21名ということになったわけです。その中で2大会連続の金メダリストが3名いるんですよ。まずですね、リゴンドー選手、現在ね、バンタム級で活躍をしておりますね。8月の14日ですか、カシメロと対戦が決まりました。このリゴンドー先生でございますが、リゴンドー先生はなんと2000年のシドニー、そして2004年のアテネ、バンタム級でですねゴールドメダリスト、2大会連続のチャンピオンになりました。素晴らしいですね。そしてプロになりましたから、バンタム級とスーパーバンタム級のチャンピオンになった。現在40歳でございます。井上尚弥との対戦もね、予想されておりますけれども、そのためにはまずカシメロさんに勝利することが必要でございます。
まあそこに向かって現在ね猛練習をしていることと思いますが、この李厳道先生が最初の大会連続のチャンピオンでございます。その後なんと北京とロンドンで2人いたんですね。共にこの2選手は2008年の北京と2012年のロンドンでそれぞれ金メダリストになりました。誰か、ウクライナのロマチェンコ選手、そして中国のスー・シメイ選手、このお二方なんです。この2選手は共に北京とロンドンでゴールドメダリストになりました。まずロマチェンコでございますけれども、北京、2008年の北京ではフェザー級で金メダリストになったんです。そして4年後のロンドンではライト級で金メダリストになったんです。素晴らしいでしょ、すごいでしょ。そしてプロになりましたから、フェザー級、スーパーフェザー級、ライト級のチャンピオンになったんですね。そしてもう一人、同じ時期に同じようにゴールドメダリストになったスー・シメイ選手、中国の選手なんですけども、中国人では、中国の選手ではスー・シメイ選手だけです。この選手はライトフライ級でゴールドメダリストになりました。そしてプロになってフライ級でチャンピオンになったんです。こういった方々がいらっしゃるわけですね。そして日本では村田選手、村田亮太選手が日本人で初めてですねゴールドメダリストであって世界チャンピオンであるというね、この2つの金字塔を成し得たわけなんですよ。私はあのヘビー級がね大好きでね、昔ね、まあ今でこそですね、まあ井上尚弥選手がバンタム級ですから軽量級、まあ日本はね軽量級のチャンピオンが多いんですけれども、まあそういう選手がね世界にこう飛び立っていくようなそんな時代だったんですけれども、昔はヘビー級だったんですよ。世界一強いというとボクシングの世界ヘビー級チャンピオンと言われたんです。その後発端というのはやはりモハメド・アリでしょう。モハメド・アリは本名カシアス・クレイっていうんですよ。その選手は1960年のローマオリンピックライトヘビー級で金メダルを取ったんですよ。そしてプロではヘビー級になったんですね。ヘビー級のチャンピオンになった。まあただ徴兵制度ちょっと断ったということもあってですね、一時期王座を剥奪されちゃったってこともあるんですよ。でそのねモハメド・アリでしょ、これはもう世界的に有名ですよね。そしてそのモハメド・アリにプロになってですよ、無敗のアリに初めて黒星をつけたのがジョー・フレイジャーという選手なんですよ。ジョー・フレイジャーは今から57年前の東京オリンピックでヘビー級で金メダルを取ったんですよ。その選手がプロになってもヘビー級のチャンピオンとなり、あの無敗だったモハメド・アリに初めて黒星をつけたんです。すごいでしょ。ここでですね、52年のフロイド・パターソン、60年のモハメド・アリ、そして64年のジョー・フレイジャーと3人ともアメリカ人、4人目、ここもアメリカ人でございます。ゾウも倒すと言われたジョージ・フォアマンでございます。これは68年のメキシコオリンピックのゴールドメダリスト、金メダリストなんですね。この人はプロになってヘビー級のチャンピオンになりました。先ほど申し上げたアリに勝った、アリを破ったジョー・フレイジャーを破って世界チャンピオンになったんですね、ジョージ・フォアマンが。そしてそのジョージ・フォアマンを倒すのがモハメド・アリだったんですよ。1975年だったかな、ね。この2人が戦うね、アリにとってもう一度ということだったんですけども、戦前の予想ではもうほぼほぼアリは勝てないであろうと言われていたんですが、ボディを狙わせるという戦術でロープを背負いながら、もういくら打たれても大丈夫な強靭なボディを作り、そしてボディを中心に打たせ、最後逆転の KO 勝ちということで、モハメド・アリはまた世界ヘビー級のチャンピオンに返り咲いたわけなんですよ。こういったことがあった。さらにアメリカ快進撃が続くんですよ。モントリオールオリンピックってのがありますね。これは1976年でございます。
ここはですね、スピンクス兄弟、レオン・スピンクス、マイケル・スピンクス、両スピンクス兄弟が共に金メダリストになったんですよ。そして共にですね、プロの世界ではチャンピオンになりました。まず兄貴でございます、レオン・スピンクス、猪木ともやりましたね、レオン・スピンクスでございます。兄にも勝ったんですよ。レオン・スピンクスはオリンピックではライトヘビー級で金メダリスト、そしてプロになりましたからはヘビー級のチャンピオンになりました。アリにも勝ちましたね、モハメド・アリにも勝ったんですね。そして弟のマイケル・スピンクスはオリンピックではミドル級のチャンピオンなんですよ、金メダリスト。そしてプロになってからはライトヘビー級のチャンピオン、そしてヘビー級のチャンピオンにもなったんですね。そしてその年もう一人いるんですよ、ボクシング界で有名な、中量級で有名なシュガーレイ・レナード、この人も76年の金メダリストでございます。この人はライトウェルター級でエントリーして見事金メダルを取りました。そしてプロではウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級、スーパーミドル級、そしてライトヘビー級と、なんと5階級を制したんですね。こういった方々がずっとアメリカ人として76年のモントリオールまでね、ゴールドメダリストになり、そしてボクシングの世界でも世界チャンピオンになった方、そしてですね、初めてロサンゼルスオリンピックでアメリカ人以外の選手で金メダルを取って世界チャンピオンになったという選手が生まれたんです。これがですね、あのヘビー級で有名なレノックス・ルイス選手。この選手はスーパーヘビー級でオリンピックではゴールドメダリスト、そしてプロではヘビー級になりました。ヘビー級のチャンピオンになりました。こういった方々がずっと続くんですよ。いいかね。モントリオール、その後ですね、ロサンゼルスからソウル、バルセロナ、そしてアトランタ、シドニー、アテネ、そして北京、ロンドンと続いていきますね。アテネ以降ですかね、アテネでは3選手、北京で3選手、ロンドンでなんと5選手がゴールドメダリストであり世界チャンピオンになったというね、そういった記録を作りましたね。すごいですよね、両方でチャンピオンになっちゃうわけですからね。今ちょうどね、オリンピックの、東京オリンピックの真っただ中でございます。今後この東京オリンピックで金メダルを取った選手がプロでまた世界チャンピオンになるなんてことがね、あり得ると思いますから、ぜひそういう目でもですね、見ていただきたいと思います。とはいえですね、アマチュアでのボクシングとプロボクシングはちょっと戦い方が違うんですよ。グローブも大きさも違うし、それからオリンピックでのボクシングって3分3ラウンドなんですよ。ところがプロですと今3分12ラウンドでしょ。戦い方が違うんですよね。このあたりですよ、このあたりをやはりマスターしていく必要がね、あると思いますね。こなしていく必要があると思います。まあそれをやってのけて初めてオリンピックでも金メダル、そしてプロでも世界チャンピオンということがね、成し得るんじゃないかなと思いますんで、ぜひ、今回の東京オリンピックのボクシングをですね、注目をしていただきたいと思います。今後この2021年の東京オリンピックで金メダルを取った選手が世界チャンピオンになるなんてことも出てくると思いますんで、その時には今回のこの動画をまたちょっと思い出していただいて、またちょっと紐解いていただきましてね、見ていただければ幸いでございます。ということで今回はオリンピックで金メダル、そしてプロでも世界チャンピオンになった人たちというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー